三島省は、中華人民共和国の省の一つ。略称は、周大の国名より路。三島とは、太閤山脈の東方の位。北には渤海、東には黄海があり、黄河の下流に位置する。人口9579.3万人、面積157,126平方キロメートル。省とは、西南市。他に、鎮島市、大安市。 遠大市などの主要都市がある。北を河北省と接し、南を河南省、安岐省、チャンスー省と接する。山東半島が北海と航海に突き出し、両島半島と相対している。北西部、西部、南西部はすべて河北平野の一部を占め、ほぼ平坦である。しかし中部は山勝ちで、毛山山脈や大山山脈は特に有名である。 東部は丘陵地の多い山東半島となって海に面している。山東省の最高地点は大山の玉高町で標高は1545メートル。黄河が山東省西部を貫き、山東省の北部で渤海に流入している。多くの土砂を運ぶ黄河は自然堤防を形成し天井側と化しているため山東省で黄河に入る支流はない。このため、 山東省は、黄河を境に北は海賀流域、南は和河流域となっている。また、黄河と長江を結ぶ大運河も、省内を北西から南東に貫いている。南西端のこの山湖は、南北 120km、面積1266平方 km の河北最大の淡水湖である。山東省の海岸線は 3000km に及ぶ。 三島半島の海岸は岩が多く、崖や湾、沖合の島なども多い。来州湾は北海の最南部にあたる湾で、三島省の北海岸は東映市から遠大市にかけて広がっている。三島省の南海岸には甲州湾が三島半島に食い込んでおり、その沿岸に港湾都市の沈桃がある。病島諸島が三島半島北岸から北に向かって伸びている。 気候は穏やかであるが、東海岸に面しているため夏は蒸し暑く冬は乾燥して寒い。平均気温は1月でマイナス5度から1度、7月で24度から28度。年平均降水量は5 5 0ト、mm、ルから9 5 0ト、mm、ル。経済規模では、関東省に次いで第2位の実力を持ち、北海湾経済圏を構成する。三島半島沿外部の陳貸を、 以外などの都市が大韓民国や日本からの投資を集め、経済の権威役となっている。三島省は日本に野菜を輸出していることでも知られる。また、日本の白菜は日清、日露戦争後に、ここから持ち込まれたとされている。ありがとうございます。